アロハ、皆さんこんにちは。アロハナクラブのあゆこです。本日も今週のハワイをお届けします。今週1週間のハワイ最新情報はワイキキからお届けします。まずは日本からの到着者数です。10月15日、2920名、16日、2391名、17日、2768名、18日、2541名、19日、2710名、20日、2891名となっています。10月22日、ワイキキビーチウォークでフライベント、フラ・フォーラウナ・アロハフェスティバルが開催されます。このフライベントは、フラを通してハワイと日本の友好を深めるため、2002年から開催されているフラの祭典です。2020年以降、バーチャルで開催されていましたが、今年は実際に日本からダンサーを迎え、多くの観客の前でフラを披露します。ワイキキビーチウォークではこのフラ・フォーラウナ・アロハフェスティバルの一つとして、10月22日日曜日午後4時から6時まで日本から12組のフラダンサーを迎え踊りを披露するイベントが開催されます。今年はオアフ島、マウイ島からフラインストラクターによる踊りも予定されており、より充実した内容となっています。またマウイストロングキャンペーンの一環として、ラハイナ・ルナの曲に合わせ観客と一緒に踊るプログラムも用意されています。レストラン森本やおしゃれなプールサイドのバーなどで有名なワイキキのオーシャンフロントホテル、ザ・モダン・ホノルル、このモダンホノルルがヒルトンバケーションクラブに買収され、ザ・モダンヒルトンバケーションクラブにリブランド、リニューアルオープンしました。ヒルトンバケーションクラブのリゾートの一つとして、会員の方は利用可能ということです。部屋タイプはスタジオ、ワンベッドルーム、ペントハウススイートとなっていて、各室キッチン、ラナイのあるオーシャンビューまたはシティビューのタイプがあるそうです。ハワイの住宅市場に新たな最高価格が誕生しました。アラモアナの高級コンドミニアムパークレーンのペントハウスが、ある匿名の資産家によって2750万ドル、約41億円で購入されたということです。パークレーンの最上階である8階に位置するこのペントハウスはハワイアンヘブンと呼ばれ、4ベッドルーム、4.5 バスルームを含む5668スクエアフィートの居住空間、1188スクエアフィートの2つのバルコニー、サウナ、ワインセラールーム、4台の駐車スペースを含み、自治会費は月1248ドル、約153万円、今年の固定資産税は合計12804ドルに上ります。このユニットは6年前にパークレーンアラモアナが最初に販売された際、ピークで2200万ドルでしたが、今回の販売額はそれを上回っています。なお今回の売却はハワイのコンドミニアムとしては記録的なものですが、一戸建てでは1988年に日本の億万長者である川本源四郎氏がフォートロックにある7.2 エーカーの借地にある実業家ヘンリー・カイザー氏の旧邸宅に4250万ドル、当時のレートで約54億4000万円を支払った時に樹立されています。以上、今週1週間のハワイで起きた出来事や最新情報でした。インスタグラムでも様々な写真やハワイ情報をアップしていますので、 YouTube 同様フォローしていただけたら嬉しいです。それではまた来週。
マハロ